皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ロシアと中国、うまくはいかない。では参ります。えー、ロシアが中国の嫌がることをやっているというニュースが入ってきております。となると、ロシアと中国の関係、一体どうなんだというところが非常にですね、摩、ま、訶不思議な状況になるんですね。現在、メディアでは蜜月関係だといううに言われておりますけれども、 うん、ちょっと色々とわかんないなというところを考察していきたいと思いますが、まずは、ロシアと中国の軍港どうなったっていう話の続報ですね。で、そこから受けまして、ロシアが南シナ海で中国の嫌がることをやってますという話。じゃあ、ロシアと中国の現在の蜜月関係というのは本当にうまくいくのかというところを、ロシアの国家間といいますか、そういうものを考察している記事がありましたので、それを元にお話をしていきたいというふうに思います。 ではまずはですね、ロシアとインドの話ですねインドの軍港をロシアが自由に使えるような協定を結ぶんじゃないかという情報をちょっと前に出させていただきました。非常に懸念さされる情報でございました。プーチンさん。 えー、あと外務大臣、防衛大臣も引き連れて、首脳会談及び閣僚級会談というのをしておりましたけれども、続報が出てまいりました。こちら、えー、中日新聞ですね、インロ総、基地相互利用見送りということで、今回は見送られた模様でございます。なんとか、えー、土俵際で踏ん張ったというところで、まあ、インドがちゃんと判断したんじゃないかなというふうに思いますけれども、インドというのはそもそもソ連時代からロシアと関係が深いんですよね。 パキスタンをアメリカが支援していたので、パキスタンと敵対しているインドは、ソ連から武器買っていた。今でも6割ぐらいをロシアから買っているというような状況で、そもそも関係が深いので、えー、あまりですね、こういう、なんですかね、訪問したとか、会談したとか、なんかのちょっとした協定結んだというのを目くじら立てる必要はないということになるんですけれども、さすがに、 軍港をですね、使えるようになるっていうのはもうクワッドが壊れてしまうので懸念されていた状況なんですけども、なんとか今回は回避した。よかったなというところでございますが、これですね、よくよく考えると、ひとまず軍港は使わないけど、武器はまあ大量に売るっていうことで、まあひとまず契約みたいな感じになってるんですよ。で、ロシアから武器買うって我々もうんって思うんですけれども、よくよく考えれば、中国もインドの軍事力が増強される対中国用の あの、武器ということになりますので、うんってなるわけじゃないですか。中国にとってもこれ喜ばしいことじゃないんじゃないのって少し一歩引くと思うわけですよね。となってくると、ロシア一体これ何やってんのかなというところなんですが、これを南シナ海でもちょっと面白い動きをしていたというところ出てきました。こちらご覧ください。 はい。大気元さんでございます。ロシア、インド、軍事協力強化や南シナ海でインドネシア、石油採掘支援、中国と同章移務かという、そういうタイトルのニュースなんですね。で、二つこのタイトルにはニュースがあります。一つが、えー、ロシアとインドとの軍事協力強化。で、これは先ほどお,お話ししたところでございますね。一応今回は見送りになったというところ。大気元さんの記事ですと、 え、協定の条項の中に、相互の、まあ、海軍基地というのを使えるという条項が入っているというのは書いてあるんですけれども、大紀元さんというのは法輪功さんのメディアなんですよ。中国共産党から迫害を受けている人たちが中国を攻撃するためにやっているメディアなので、ちょっとですね、盛るところがあるんですね。 で、まあ、その情報が可視化できる形で、このエビデンスで出ていればまだしもなんですけれども、まあ、ちょろっと書いてあるだけなので、今回は見送りという判断で眺めていけばいいのかなという気がします。で、もう一個が南シナ海というのが出てきますね。南シナ海の話って一体何なんだというところはこちらでございます。 南シナ海におけるインドネシアの油田開発を支援ということで、ロシアが南シナ海で中国政府と領有権競争中のインドネシアの石油採掘を支援していることも、中国政府の激凛に触れているということが書かれています。実は6月の下旬から11月の下旬にかけて、インドネシアのナトゥタコークというところで石油採掘が行われていた。で、別のニュースですと、 この石油の採掘をやめるようにという書簡を中国が送っていたインドネシアに何度も何度も送っていたというようなニュースも出てきております中国としては自分たちの海なんだからやめろというそういう警告を発していたということになりますけれども実際にこの採掘をしていたのはインドネシアの会社ではないということが書かれているということなんですけれどもそれがロシアの国営企業である えー、ザルベージュネフチという会社。ザルベージュネフチという会社が実際にやっていたっていうことが大紀元さんの記事に書いてあるんですね。で、ザルベージュネフチという会社を探してもなかなか裏が取れません。で、インドネシアのことを調べては見ましたけれども確実な裏は取れませんでした。ところが、まずですね、南シナ海というところで行った時に、ベトナムとは確実に、えー、同じようなことをやって、ベトナムをロシアが支援をしています。ちょっとこちらをご覧ください。 はい、これですね、えー、ベトナムニュースライナーというベトナムの、まあ、新聞なんかをですね、翻訳してくれてるメディアになりますけれども、えー、ベトソフペトロの大型ガスの採掘施設本格指導へって書いてあります。えー、ベトソフペトロというのは企業の名前になります。合弁会社ですね、えー。どういう合弁会社かというと、ベトナムの国営企業とロシアの国営企業、先ほどのザルベージュネフチという会社の合弁企業が ベトソフペトロという会社です。で、その会社が、えー、ベトナムの海で採掘作業をしているということで、ベトナムではもう中国の嫌がるごきをロシアが支援してやっているということが確認できますね。インドネシアでもやっているということになると、アセアンの名士で一番大きい国ですから、中国からしたらさすがに所管を送ってやめろって言うほどたまったもんじゃないという話になるんですよ。で、確実な、 裏取りができないので、まあ、それに近い裏取りをちょっとしてみようということで、ザルベージュネフチのホームページ、こちらですね。こちらホームページの英語版の方になります。で、ここにですね、活動エリアというのも出てるんですよ。でそちらを確認してみます。こちらですね、黄色く塗られているのが活動エリアということになりますが、ベトナムは当然黄色く塗られております。その下、 インドネシアも黄色がついてますね。インドネシアでも活動しているということが確認できます。ということで、先ほどの大紀元さんの記事というのは、ある程度信憑性を持って見ていいのかなという気がいたします。ということになると、南シナ海九段線ですよね。中国は自分たちの海だという主張しているところで、ロシアの国営企業が、 中国ではない他国を支援して一緒に石油なんかを掘っているという状況が南シナ海ではあるということになります。あれあれということになりますよね。ロシアと中国は現在密月だ、密月だといろんなところから言われておりますけれども、この状況を見るとですね、本当に摩訶不思議と言いますか、一体どうなってるんだっていう気がしてしまうわけでございますね。中国とロシアというのはそもそもソ連時代からいて仲良くはありませんでした。 ところが、冷戦が終わりまして、しばらく経って中国がどん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 、まあ、豊かになっていくわけですよね。そうなってくると、中国はいろんなところに攻撃をしだします。欧米が敵になっていくんですね、自由主義陣営が。で、ロシアも当然欧米とはうまくいっていないというところで、共通の敵が出てくると。少しずつ少しずつですね、距離を縮めていくということになりますが、2019年、ロシア側が中国に対して、同盟という単語を使いました。 これは同盟と言い切ったわけではなくて、同盟を超えるような緊密な関係なんだという言い方なんですけども、そのセンテンスの中に同盟というのが多分初めてぐらいだと思います。入ったのが2019年。そして今年、ロシアと中国の共同声明の中でも同じく同盟という単語が使われました。これは政治的,、えー、政治的同盟や軍事的同盟を超えた新しい形の 協力関係なんだ、パートナーシップなんだという言い方がされたんですけれども、しかしやはりそのセンテンスの中には、同盟というものが入ってきた。これをもって、見つけつだということがメディアで言われるわけですけれども、現実で起こっていることは、例えばインドに、え、対中国用の武器を、南シナ海では、ベトナムやインドネシアの石油の採掘なんかを支援して手伝って実際に採掘しているのはロシアの国営企業だ。 これ一体どういうことなんだろうなというところになるわけですけれども、ここでですね、ロンザというメディアにちょっと面白い機構があったんですよ。それはロシアのいわゆる、なんていうんですかね、ルールの考え方とか国のあり方についての考察だったんですね。非常に難しい内容だったので、私は7割ぐらいしかわかりませんでした。それをですね、ちょっと簡単にお話をさせていただきたいというふうに思いますけれども、ちょっとこちらご覧ください。これがその記事、ロンザですね。 えー、塩原敏彦さん、えー、高知大学の准教授の先生でございますね。よろしくお願いします。で、このタイトルなんですよ、まずは。ソ連崩壊から30年、ロシアブライとしてのプーチンという、そういうタイトルついてます。ロシアブライという単語が目を引きますけれども、ブライというのは何なのかということなんですけれども、これ調べてみますと、定職を持たず、無法な行いをすること、またはそういう人だそうです。 食ををを持たずに無法な行いいする。それをブライという。つまり、ロシアというのは、ブライの国だで。ブライというのは、言い換えればもう反射ってことですよね。もう、あの法律守らないわけですから。憲法も法律も何も守らないということになりますんで、えー、まあ、反射って言っていいと思うんですけども。まあ、この中で何が言われてるかというと、ロシアというのは、そもそも昔から、その憲法とか法律とか、例えば国際的なルールとかよりも、 自分たちの不分律も含めた仲間内のルールっていうのを一番上位に置くようなそういうところなんだってことを言ってるんですよ。なるほどなぁということなんですけれども、その中で象徴的な事件というのは一つ紹介されておりました。1907年、チフリス銀行強盗事件というのがありました。もうかなり昔ですけども、ソ連が創設される前です。ロシア帝国の時代の話なんですけれども、ちょうど レーニンさんとかスターリンさんとか革命家と呼ばれる人たちがいろいろと動いていた時期の話でございますけれども起きた場所は現在のジョージアの首都になりますジョージアの首都ジョージアというのはかつてグルジアと呼ばれておりましたロシアとトルコに挟まれる位置にあるんですけれどもそこはスターリンさんの国境だったそうですね土地勘があるということでそこで、まあ、起こった事件ということになりますけれども日本でいうところの3億円強盗事件あるじゃないですか3億円あれと一緒ですね3億円強盗事件 えー、現金を銀行から輸送していく馬車を襲って、今の日本円で言って4億円ぐらいか、の札束を強奪したっていう事件です。で、これを計画したのはレーニンさんとかスターリンさんだというふうに言われてますね。で、そのお金を持って国外逃亡して活動資金にしようと、革命のためのお金にしようという計画だったということなんですが、この強盗事件にはオチがありまして、500ルーブリだったかな、一番大きい支援というのが、 投資番号を警察が把握していたということで、換金できなかったみたいですね。国外の主要銀行にも通達がぶわーっといって、換金させるなということで、その後、逮捕者がバン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 出るというような状況になったみたいです。というオチがあるんですが、この事件以外にも、さまざまな強盗事件を起こしてお金をかき集めていってます。とにかくお金がなかったんですよ。レーニンさんというのは。スターリンさんもそうですけれども。で ソ連というのは共産党の一党独裁で成立していた国なんですけれども、その一党独裁でやっていた共産党の中にも二大派閥というのがありました。ボリシェビキとメンシェビキと言いますけれども、レーニンさんとかスターリンさんはボリシェビキの方の人たちだったんですね。最初は少数ボだったんですけども、だん,だん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 これが勢力を拡大していく。で、このボリシェビキというのがどういうことを言っていたかというと、 職業革命家っていうことを提唱したんですよ。職業革命家つまり、定職に就かずに革命をするんだ俺たちはって言ってたわけですね。これはまさに、部来じゃないのかということなんですよ。定職に就かずに革命をする。定職に就かずに銀行行動するわけですから、部来以外の何者でもないということになります。えー、1917年に訂正が打倒されて、そして1922年12月30日に、 ソ連という国ができますけれども、えー、この強盗事件を行った人たちというのが、その後、ソ連の中枢で仕事をしていくことになります。つまり、ラ来によってできた国、それがソ連邦ということになるんですね。それをロシアも脈々と受け継いでいて、さらに現在のトップであるプーチンさんもやはりラ来なんだということが先ほどの論座に書かれていたことということになります。ということになりますと、 憲法とか法律とか国際的な条約とか国家間の約束よりも自分たちの不分律となるような内なるルールの方を絶えず優先させるということになります。同盟なんてとても組める国ではないということになりますよね。中国も同盟なんか組める国じゃないですよね。約束守りませんから。ということになると、中路の蜜月というのは 本当にそうなのかという見方をしていかないといけないということになります。現在、ソ連も中国も圧力をかけてかけてかけていって、その圧力を解除する代わりに自分たちの思い通りにしようというような政策をとっています。中国で言えば、戦狼外交。ロシアで言えば、ウクライナの軍をこう寄せているところもそうですよね。 そういう政策をとってくるときに、相手の圧力というのが実際、事実上どれぐらいなのかというのを正確に見極めないと、こちらの方が結果的に譲歩して不利になってしまう可能性がある。ということで、今回、ロシアと中国は本当に蜜月なのかというところ、ロシアに焦点を当てて考察をしてみました。では本日の内容以上でございます。ご視聴ありがとうございました。